覚醒剤の番人は西成から出てけ。えぐいねこれ。どうしてこういう場所に住まれようっていうのは。本当のこの町の恐ろしさを教えてるわ。おう。 This is a place called Nishinari、which is located、in Osaka and this is the only slum in Japan. I'm gonna show you around and I'm gonna interview some people living here. Let's go.今の何これ。多分ホームレス。ホームレス。競馬とか。ああ、多分薬物やってるよねあれ。やってるな。こんにちは。こんにちは。しかもさ、あ、こんにちは。ああ、攻める。こんにちは。誰やどこや、誰や。 YouTuber です。え、 YouTuber です。インタビューダメですか。ダメですか。インタビューちょっと話聞かせてもらえないかなって。 2,3 分、はい、YouTube 見たりします。たまにな。たまに見ます。今何されてました。え、今何されてました。今何。いや、何もしない。何もしないですか今。この後は何かされます。お酒お酒。いつも何時ぐらいに寝ます。まあその時によるよな。まあ早い時は7時か、はいはいはい、寝ない時は朝まで起きてる。朝の起きてるんですか。いや、あのラジオ聞いてる。あ、なるほど。なんかお仕事とかって何かされたりしてます。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。パソコンやスマートフォンからメッセージを送る場合はここカフェのホームページから。どうしてこういう場所に住まれようっていうのは。行く場所がないから。そりゃそうやろ。2360です。いや、役所の連絡来るで、ストレスも減らしたいから。あ、なんでかって今ドバイで万博やってるやろ。あと1ヶ月やろ、はいはい、ドバイ万博。0時55分になりました。で、次大阪万博やん。確かに25年ですよ。25年の4月や。もう日程決まってるやん。だから大阪を切手のバッチで。なるほどなるほど。だからあの全部あの南海線も綺麗になったやん。裏側もこの後6時にかけて。あの大阪市のちょっとしたんだけど、普通の販売業ってすごいよ。だから。なるほどなるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。でもさ、あれだよね、そのさっき言ってたようにさ、万博大阪やるじゃん25年に、うん、それに向けて結構なんかホームレスが一掃されるみたいな感じ言ってたよあの人。そうやな、うん、やっぱ大阪に集うから、うん、やっぱ大阪府知事も見せたくないんじゃない、こういうところ。はい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 。大阪の人はさ、この西成の地区についてさ、どう思ってんの。まあけどやっぱり大阪住む身としてもやっぱり別世界。でも普通の人も住んでるんでしょ。普通の人も住んでる。それこそすぐ近くに幼稚園とかはあるから。ああ、そう。家賃とかも安いから、うんうんうん、やっぱり住みやすい地域である、貧困層が。はい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 。でもさ、匂いもね。匂いなんか慢性的に臭いね。そうそう。なんかで、ここで、はいはいはい、この建物の上で、うん、覚醒剤みんな、打ちまくって、うん、何人も連続で飛び降りるっていう事件が。あら、帰ってきちゃったな。おい、来たな。ここだけな。まあ、座って。おちゃんこされん。おちゃん。おちゃんはね、おちゃんも顔があざらしい。おちゃん、これ何時から飲んでんの。いや、そら言われへんな。これな、1杯目っすか。嘘嘘、6杯目や。 6杯目。今日で。もう6杯目。お茶なんぼでも飲むかな。今日で6杯目これ。いや、僕はね、すげえ。そのあたりね、すげえすげえ。その若い子はな、あはははは、あはは、喜んでな、お姉ちゃんなんかアホやから、あはは、言うでな。ほな、あら、なんか変なのちょっと、ちょっと、おい、こら、お前、こっち来い。めっちゃ、ちょっとやめて、ちょっとやめて。何暴れもんはもうやめて。でも自分一生懸命してくれるやん。やってる。男たちやってる。私女。登るあいつあかんで。え？登るあかんあいつ。兄ちゃんたちよ。はい。女を騙してあかんで。
女は騙しちゃいけない。そう、はい、裏切ったらあかんだよ。騙された、バカにしたらあかん。言ってんやん、最近会いたい人がもうええから疲れ。じゃあまた、またさよなら。でもな、ここだけの言う、絶対言うたらあかんで、はい、絶対言うたらあかんで、はい、ポンチュー。男はポンはしない、はいはい、酒は酒飲むけど、はいはい、おばあちゃんポンチューや。あのおばちゃんがやってる。ポンチュー、なあ、おばあ70やで、70。もうガスガスや、うん。それでもまだ女生きてるや。うん、はいはいはい、そやで、うん。これがな、西成の女や。うん、大阪の女。うん、そやな、うん。自分分かるやろ、お母さんから出てきたんやで。お父さんが種つけたんや。確かに、お母さんから出てきた。そうやで、はいはい、そうそうやで。それを忘れる。それを感謝して、改めてお父さん。名前なんや。高橋です。高橋、お前なんや。なんぼ言うても、でも自分お母さんにやな、顔がな。そうなんすか。え、お母さん会ったことないっすよ。いや、女のみたいな顔してるやん。あ、確かに、ちょっと、確かに。ちょんばれや。ちょんばれ顔や。みんなな、男の子は母親にいた方がええんやで。なあ。あ、そうなんすか。僕の場合は失敗したんや。え、お父さんになんすか。違う。お父さんがインド人や。あ、そうなんすか。冗談や。違うやろ、誰やん。自分笑いすぎやで。めっちゃ。この町は酒飲むのが楽しみ、博打そうやな。ただここだけの話で、だって言うたらあかんで、はい、はいはい、あのね、もうこれで今日酒代がないんや。あとでちょっと。あ、ちょっと怖いわ、言わんといて。もうあかんあかんあかん。あとでちょっと。あとでちょっと、うん、前の仕事は何してたんですか。前は刑務所入っとった。刑務所、言うなよお前。言わないです。まあ、お前言うとるやな。え、じゃあ お金あっても西成に住む。ああ、もちろん。ああ、このここで飲む酒がうまいがな。おちゃん、おい、笑いおちゃん、今幸せやろ。今幸せ。今は本当酒飲んでるだけで幸せや。うん、薬とかはやったことない。僕は薬やるまへん。まあ、西成はやっぱりやってる人多い。それはいろいろあるで、はい、博打もあるし、うん、でも最近は西成じゃ厳しい。警察すぐそこにあるじゃん。そうですね、分かるやん、うん、本当のこの町の恐ろしさを教えてるわ。おお、またぜひ早く来なあかんで。じゃあ、出す。本当の恐ろしさで、このお前、あれ、お前たち言うたら本当の恐ろしさ、この町知らん、自分たちは。じゃあまた後で来ますね。あだす。なれ。なんて。はい。木曜日までちょっと飯食うお金がない。31で、はい。インタビュー。はい。今ロシアでね。はい。戦争になってね。はいはいはい。戦車からなんかみんなもう潰されて。姉ちゃん、こんにちは。お願いだ。うん。うんこですか。うん。こんにちは。せめて人間らしい。知らんね。男みたい。男みたいな。な、男みたいな。うん。妖怪みたいやな。まだ若いしね。妖怪みたいやな。二十歳、23。おばちゃん、一緒に飲もうや。ああ、じゃあおばあはそっちで飲んどる。あ、そうなん。座っていいっすよ。え、大丈夫。大丈夫ですか。もうごめん、動画のあんた。西成に来て何年ぐらいですか。もう20年。20年。うん、今なんかお年とか聞いても大丈夫ですか。あ、66歳。66。じゃあ40代ぐらいの時に。はい。ちょっと待って、またおるんかい。ちょっと遠いとこ行けや。このおっちゃんあかんで。これ友達ですか。友達ですか。これうさんくさい。顔見てみ、バッタモンみたいな顔してるやな。今幸せですか。うん、幸せ。いや、幸せはありません。ない。まあでもさ、なんか他の多分海外のスラムとかってさ、結構子供もさ、こんな感じになったりするじゃん、うん、それがないのがまだいいよね、正直。そうやね。西成ってさ、なんか生まれてこの方スラム育ちとかってよりかは、なんていうの、さっきの人もさ、刑務所行ったりとか、うん、多分何かしら問題を抱えてここにたどり着く人が多いじゃん、うん、もともとここで生まれて育ってこの世界しか知らないっていう人が多分いないじゃん、このスラムは、うん、それがまだね
なんていうの、開けないぞ。やっぱ冬厳しいんやね、ここ。行こうか。Thank you for watching. If you like this video, click like button. Please subscribe to my channel. I'm gonna upload a video in Kyoto and Osaka. I interview other people too, so please check it out. See you next time.